ボイジャー2号、ボイジャー2号は NASA が1977年8月20日に太陽系の外惑星系を探査するために打ち上げられた無人宇宙探査機である。ボイジャー計画の一環として島駅であるボイジャー1号の16日前に打ち上げられた。木星と土星に到達するのに時間はかかったが、さらにその先の天皇星と海王星の接近に成功した。 巨大合惑星を訪れた唯一の探査機で、また木星、土星、天皇星、海王星のグランドツアーを初めて実現した探査機となった。その主な任務は、1986年に天皇星、1981年に土星、1979年に 木星を訪問した後の1989年10月2日の海王星探査に伴って終了した。ボイジャー二2号は現在、魔化動し続けており、ディープスペースネットワークを通じて通信を行っている。ボイジャー二2号は2018年末時点で太陽からの距離は 119AU、178億、キロメートルで太陽に対して秒速1 5 3 7 4トル。 時速 55,347km の速度で移動しており、太陽系を脱出する5つの探査機のうち4番目に太陽系の脱出速度に達成した探査機である。2018年12月、ボイジャー2号が2018年11月5日に太陽系ヘリオスフィアを離脱して恒星間空間に達したと公式に発表され、 星間プラズマの密度と温度の直接測定を始めていた。もともとボイジャー2号はマリナー計画の一部、マリナー12号として計画された。ボイジャー2号は1977年8月20日にアメリカフロリダ州ケープカナベラル空軍基地 LC-41 発射台からタイタン e エセントルロケットによって打ち上げられた。ボイジャー2号の打ち上げの際、 ボイジャー計画の地上クルーは同時期に打ち上げを予定していたボイジャー1号に生じた問題に集中していたためボイジャー2号に重要な起動コマンドを送信することを忘れていたこのためにボイジャー2号のメインの氷得アンテナが停止する状態となった幸い地上クルーは探査機の定理得アンテナを使って更新を確立することができ氷得アンテナを再起動することができた ボイジャー2号は1979年7月9日に木星に最接近した。この時の観測で大赤斑は半時計回りに回転していることが判明した。さらに新たな衛星アドラステアを発見した。土星への最接近は1981年8月25日に行われた。ボイジャー2号は地球から見て土星の裏側にいる際にレーダーを用いて 土星の上層大気の観測を行い、温度及び密度分布を測定した。この観測により、土星大気の最上部、気圧7 0ミリバールでの温度は 70K で、最下層部、気圧1 2 0 0ミリバールでは、温度は 143K に上昇していることを発見した。また北極では、他の部分に比べて温度が、約 10K 低いことも明らかになったが、これは季節によって変動している。 可能性もある。実は、本来のミッションは、土星探査で、すべて完了だったが、ロイジャー2号は、軌道の関係上天皇制まで行くことが可能だった、ため、関係者は、議会で予算追加を訴えた。予算が得られなければ、地上の完成を打ち切らねばならなかったが、粘り強い活動紙を結んで、予算追加は承認された。また、これより後に海王星探査が、 追加承認されている。土星フライバイの後、ボイジャー2号のカメラ課題が一時的に動かなくなる、不具合が起こり、延長されたミッションが危機にさらされることとなった。幸いにもミッションチームは問題を解決することができ、探査機は天皇母子探査へと向かった。天皇精鋭の最接近は1986年1月24日に行われた。 ボイジャー2号の天皇母子訪問はわずか24時間弱であったが、天皇星についての多くの情報をもたらした。以下に述べる神や衛星、大気についての情報に加え、天皇星のついたッの長さや磁場の存在などの情報である。ボイジャー2号は天皇星の未知の衛星を新たに10個発見した。また天皇星の97.77度傾いた。 自転軸によって生じたユニークな大気の性質を調査したり、天皇星の艦の調査を行った。この調査で天皇星の艦は木星や土星と性質が異なり、形成時期も天皇星より若いことが判明した。ある天体が天皇星の超積力により破壊され、形成されたと考えられている。また、ボイジャー2号は天皇星に磁場が存在することも発見している。 また天皇星の五大衛星の一つ、ミランダも観測した。ミランダの表面は深さ2 0トル以上に及ぶ巨大な渓谷などがあり複雑な地形であった。過去に何らかの破壊的な地殻変動があったと考えられている。海王星への最接近は1989年8月25日に行われた。ボイジャー2号は海王星は 太陽から受ける熱より多い熱を放射しているということを発見、報告した。海洋星は、ボイジャー2号が探査できる最後の惑星だったため、ボイジャー1号が土星とタイタンに接近した際と同様に、接近後の探査機の軌道を気にせずに海洋星の衛星トリトンへの近接、フライバーを行った。これは、結果的に賢明な判断となり、この接近によってトリトンの表面が、 興味深い特徴を持っていることが明らかになった。ボイジャー2号は海洋星の衛星を新たに6つ発見した。また、海洋星の管が同心炎上で海洋星を一周していることも確認した。それまでは途切れ途切れしか存在せず一周していないと考えられてた。ボイジャー2号はまた海洋星表面のダイアンハンを発見した。しかし1994年の発表 ブルー宇宙望遠鏡による観測では大安判は消失している。なお、ボイジャー2号が海洋星を訪れた唯一の探査機である。ボイジャー2号の惑星探査ミッションは終了したため、現在ボイジャー2号は太陽圏を超えた領域で太陽系がどのようになっているかを調べる星間空間ミッションとして NASA によって運用されていい。2010年4月22日。 ボイジャー2号から地球に送信されたデータが読み取り、不可能な状態になっていることが発見された。5月1日には、その原因が観測したデータを地球に送信するための、フォーマンに変換するシステムに異常があるためと判明した。NASA は、ボイジャー2号のコンピューターを5月19日にリセットし、23日にはデータが正常に送信されていることを確認した。ボイジャー2号は、 ボイジャー1号と共に太陽系の外から来る紫外線の波長域の一つ、ライマンアルファー線を観測している。その中には地球からの観測では知られていなかった宣言も含まれている。ライマンアルファー線は地球からの観測では生還物質に散乱される太陽放射のせいでうまく捉えることができないものである。ボイジャー2号との通信は2030年頃までは 保たれるものと考えられている。ボイジャーとの交信がいつまで保たれるかは電力や燃料などの制約もあるが一番厳しい制約は太陽センサーの感度だと考えられる。すなわち、同宇宙機は太陽と恒星可能プスの方向を基準に地球の方向を計算し、更新用の氷得アンテナを地球に向け続けている。しかし、太陽から 同宇宙機が離れるにつれ太陽センサーに届く、太陽光が弱くなり、太陽の活動状況にもよるが2013年頃に、太陽光の強度が太陽センサーの感度を下回ると予想されている。この時探査機は地球の方向を計算できず、氷得アンテナの向きも地球の方向から外れることになり、同探査機と地球との交信が途絶する。2018年12月10日に、 ボイジャー2号が同年11月5日にボイジャー1号に次いで太陽圏を離脱したことが発表された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。